元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野孝彦です。今回は合気道に激、こういったテーマでお伝えさせていただきます。さあそれでは早速お届けいたしましょう。今回は少々仰々しいテーマになりました。合気道に激でございます。これはですね、ある記事が参考になって私が思い起こした、まあそういった思いなんですよ、思い。それを受け止めるか受け止めないか皆さんにお任せしますんでね、少しねお時間をいただきたいと思ってます。今回はですね、その合気道に激を飛ばすんですけれども、参考になった記事っていうのは格闘家の前田明さんの記事なんですよ。どういう記事だったかと言いますとね、10月の30日、つい先日ですよね、行われましたタイトルマッチ、これはプロレスのタイトルマッチなんですけれども、船木正和 VS、桜庭和志、こういったですねタイトルマッチがあったんですよ、プロレスリングノアにおきまして。でこの2人というのはプロレスラーなんですが、それぞれ総合格闘技の世界でも成果を上げている選手なんですよ。まず桜庭和志選手は、グレイシー柔術が来て日本人誰も勝てないって言った時にね、言われた時に、立ち上がってですね、自らそれを証明した、ホイス・グレイシーを破り、数々のグレイシー、一族をですね撃破して日本の格闘界にですね、光明を見出した、要はもうレジェンドでございます。これがですね、桜庭和志選手でございます。一方船木正和選手、この人もですね、まあ、新日本プロレスから、離れました UWF、そしてですねパンクラスという総合格闘技の団体を作ったんです。まあ、ヒクソン・グレイシー戦をはじめ数々の名勝負を演じた、これまたレジェンドなんですよ。この2人がプロレスの試合をする、タイトルマッチをするということになりました。振り返りますとね、2007年の12月の31日、これは K1 ダイナマイトというですね総合格闘技のイベントがあったんです。そこで2人は総合格闘技のルールで戦ってるんですよ。結果は、桜庭和志選手が一本勝ち、ギブアップ勝ちを収めたんです。それから数年経って今度はプロレスのリングでやりますよということになりまして、その前哨戦が行われたんですよ。それを見た前田明選手が激を飛ばしたんです。どんな激だったかと、どちらかというとですよ、ふざけんじゃねえって感じですよ、ね、何ちんたらやってんだと、そんな感じのコメントだったんですよ。緊張感がないって言ったんですよ。緊張感がない、こんなことだったら猪木さんが生きてたらしばかれるぞと、俺もしばきに引くぞって言ってんですよ。それぐらいね、ちょっとプロレスごっこ的に見えるっていうふうな表現してました。プロレスっていうのは本来ね、もしかするとよ、この二人潰し合いやってんじゃねえだろうかでファンに思わせるから、思わず身を乗り出したくなるような、声援をしたくなるようなもんだろうと。だからまあ真剣味が足りないと、予定調和みたいにやるんじゃねえよっていうふうな、そんなメッセージだったんですよ。まあこの時はタッグマッチなんですけれども、そんな風に見えたんですって。もっと緊張感を持ってやれと、昔のプロレスラーはそんなことやってないんだと、お前らも真剣にやってた、いやもちろん真剣にやってるんですよ、今でも真剣にやってるんだけれども、やはりその緊張感がないように前田明さんは見えたんですって。それで激という言葉を発したんですよ。それを見たらなんとなく私は今の合気道にも当てはまると思った。こんなことを言うとさ、またすぐね反論が来るんだよ。私は実践って言ってるとね、合気道はそんな野蛮なものではない、大体そういったコメントが来るんですよ。来てもいいのよ、来てもいいの。それはそれぞれのさ、生き方考え方の違いがあるから全然 OK なんですよ。私はいろんな合気道があることに関しては別に否定はしてないんですよ。楽しい合気道、大いに結構、健康的になりたいからやっている、さらには袴を履きたいからやっている、大いに結構いいじゃないですかと思うんだけれども、一方でやはり合気道というのは武術なんです。武術ということは命のやり取りなんです。そういったものを持ってほしいなという思いがあるんです。その上で楽しい合気道をやるんだったら結構ね、袴を履くのも結構、もっと言うと習う方は全然そんなこと考えなくていい。問題はだ、指導者だ。指導者はやはりそういうものを持ってね、持ってですよ、持って楽しい合気道とか健康なものをテーマとしてやるのは全然 OK なんです。でもやはり根底には強さというのを持ってほしい。前田明さんも言ってたんですよね、やはりプロレスラーたるものは強さを持ってなきゃいけない。今の、
プロレス界にアンチテーゼですね、を、まあ、発してましたよね。前田明さんはどうしてもインディーが多くなってきたと、うん、ちょっと練習したぐらいでですねすぐリーグに上がってしまうと、あんなのプロレスじゃねえよみたいな発言なんですよ、それがね。だからすごく懐疑的というか、まあ、警告を発してるんだな、うん、これがね合気道においても私も言えると思うんですよ。合気道もプロレスもねどうしても懐疑的に見られちゃうのね。だからそれが私は悔しかったんですよ。なんとかイメージ変えてやろうと思って今発信してるんですよ。で今いろんな方が、さまざまな方がねそういった思いを持って発信してくれてます。これはもうすごく嬉しいんですよ。で私もそういった思いでやってます。そして私に近い考えはね養心館の森先生だと思うんですよね。オーストラリアで頑張っておられるあの方はすごいよ。あの方はオーストラリアで合気道の道場を始めるにあたってマイナスから始まったんだから、あんなもの使い物に並んでちょっと言われたの。そこからですよ、今やオーストラリアの警察に対して教えてるんですから。すごいよあの努力は。だから森先生すごいなと思ってるんです。そういった思いで森先生もやってるから、私のそのなんていうのパッションというかさね、そういった思いで武術なんだぜってなんとかイメージ変えたいぜっていうのはおそらくね同じ方向を向いてると思うんです。これをね何度かやはり指導者は持ってほしいと思います、ね、例えばですよ、今平和な時代だからさ道場破りなんて来ねえよ。来ないんだけど万が一ですよ、来た時にはどうぞどっからでもかかってらっしゃいというふうになってほしいなと思うんですよ。そうすればね絶対に舐められないと思います。私は悔しい思いたくさんしたんだ。柔道も空手もね、少林寺も友人たくさんいたの。いつも誤解された。あんなもん使い物にならんだろう、そのために技かけてやりましたよ、こういったもんだって言ってね、なんかイメージしてたのと違うねとは言われた。そういった思いでやってた。だからスパーリングもやったさ。いまだにやはりまあ一般的な人のイメージもそうでしょ、合気道って本当に触れずに投げるんですかって大体言われるよ。いやそんなことはねえ、俺はやられたこともないし自分でもできないからそれは知らないよって、できる人いるかもしれないけどって、でもそれがなんか大半を占めてる感じじゃない。であれはやはりね良くないと思うんだよな。どうしても、ね、誤解されちゃうしね。だって子供が見たって言うんだぜ、なんでお父さん触ってないのに投げてんのって、倒れてんのって、であれって自分から倒れてんのって、小さい子供が小さい頃に言われたことはあるよ。でそういった思いをさせちゃいけないと思うんですよ先生ね。またこんなこと言うとな、また反論があるかもしれないけど、ね、今日はもう劇ということでね言いますよ本当にね。そういった思いなんだよ。だから本当に指導する方はね、たとえ道場破りが来てもどっからでもかかってらっしゃいと、いつ何時誰の挑戦でも受けるぐらいの気概だよな。男だから気概を持てってことなんですよ。気概を持ってということなんですね。でそういった思いでやはりやっていかないと舐められちゃう。人間舐められたら終わりだぜ。だから舐められないようにするためにはさ、しっかりと武装するってことも大切なの。これ理論的な武装と実際にやってみせる武装、これ2つがあると思うんですよ。私がなぜ道着に着替えて、ね、皆様の前で技を見せないかっていうと、まだその域に達してないからだよ。達してたらとっくに見せてるよ、まだまだ。だからそれはプライドがあるんだもん。プライドがもっとやはり精査していかないと、皆さんの前で道着を着てこうですよなんて示すことができない。だからいろんな先生紹介したりとか、こういう文献によってこういうことを言ってますよっていうことにとどめてるの今。まあこれからいろんな方にちょっとインタビューして回ろうかと思ってますけどね。そういった思いがある。これね自分の中のプライドなんだな、プライド。でそういった思いをやはり持ってほしいというのがあります。ぜひね頑張っていただきたいんですよ。もう合気道やってる方々には、私も合気道は大好きですしね、合気道ってそのイメージをなんとか変えていきたい。もちろんいろんな合気道があっても大いに結構、ただやはり武術であるという部分があるんでね、その部分を持った上でさまざまな合気道にね展開していけばいいんじゃないかなというふうに思います。まあ一番いいのはね、例えば健康に対する合気道があって、そして別の曜日ではね、今度はその武術としての合気道があるということで分けてクラスを作るというのがね一番いいんじゃないかなというふうには思うんですよ。あとはまあ、実際にやってる方々がですねどういう思いでやるかということに関わってくると思うんですよね。それからでもう一点あるんだな、まあ他団体は知りませんよ。他の団体は知らないけど、私は一応合気会の所属でしょ。で合気会におきましては例えば初段であっても二段であっても道場を開くと思えば開けるんですよ。別に例えば合気会に申請をしてですね道場を作っていいんでしょうかって承諾書をもらうわけでもないわけですよ。
だからちょっとね、あ、じゃあ体育館借りて教えようかったら誰でもできちゃうのよ。あ、誰でもったら語弊あるけどね、もちろんブラックベルト、黒帯を持ってる人だぜ、こういう人は教えられるんだけれども、そうするとまあ言葉悪いけど中途半端な状態で教えることになるかもしれないでしょ。でプロレスで言えばさ、今まあこれも語弊があるかもしれないけど、まあ誰でもリングに上がっちゃってお客さん呼べばプロレスラーって名乗れるような状態になっちゃってる。だからいろんな団体があって私でも知らない団体があるぐらいなんだよ。まあそういった部分は似てますよね、似てる、うん。やはりそのメジャー団体、という団体はねしっかりとトレーニングしてますしね、やはりこの強さというのをしっかりと求めていると思うんですけれども、昔に比べるとそういった部分も非常に薄くなっているように前田明さんには映ったんだろうな、そんな風に思いますよ。だから私もそうなのよ、私もそうなの。できればね、まあ、道場を開くにあたって指導者講習会がしっかりあってさ、そして、ちゃんと合気会の認定を受けて、まあ、君だったら道場を開いていいですよというようなね許可書を得た上で、まあ、やるのがね一番いいんじゃないかと思うんですよ。まあもうここまで広がっちゃったからそれ難しいかもしれませんけど、そういった思いだけは、そういった思いだけはねしっかりと思ってですね頑張っていただきたいなというふうに思ってます。まあジジイのたわごとと思っていただいても大いに結構でございます。ただ私がやるからにはいずれねやるときには、まあ、そういった思いで真剣に頑張ってやっていきたいなと思いますんでね、よろしくお願いいたします。まあ、今回はですね、ちょっと過激なタイトルではありましたけれども、合気道に激、これは私のですね合気道に対する合気道ラブと受け止めていただきましてですね、ご容赦をいただきたいというふうに思ってます。皆さん頑張っていきましょう。でー元気ですか。元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野隆彦です。よろしくお願いいたします。バカさー